ミミちゃん、お母さんがいないね。珍しいね。お母さんはね、今日ちょっと用事があって遠くまで行ってるんだって。なんかお父さんとお留守番だよ、ミミ。お父さん、めっちゃいい匂いする。なんか食べたの？ちょっとね、お母さんにはダメって言われたんだけどね、つけ麺を食べちゃったんだよ。何、つけ麺って美味しいのかしら。お父さんお腹がはち切れそうなんだよ。ちょっとミミちゃん、はち切れってどういうことかしら。今年の流行語はどういうことかしら。だね。なんかいい匂いがするの。ダメよミミちゃん、冷蔵庫舐めてるでしょあんた。お父さんがなんかこぼしたんだきっと。どうも匂うのよね。匂うってどういうことだ。どうしたの、耳沢直樹営業部長。そうよ、私が耳沢直樹よ。やられたらやり返す。33倍返しよ。耳崎。やられたらやり返す。33倍返しだ。あー、かわいい。金融庁主任検査官の耳崎よ。耳沢くん、よろしくね。お父さんはちょっと食べ過ぎてダウンしております。お何ちょっとドヤ顔してんだよ。なんでお母さんがいないの。私遊びたい。おおおお、痛い。食べ過ぎたお腹にいきなり乗ってくるとどういうことだ。みみちゃん激しいわ。どういうこと。もう探索飽きたわ。うぅ、みちゃん、いい顔。危ない。危なかったね、みちゃん。なんで凶暴化してるのよ。ガンガンガン。チュー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 。お父さんとラブラブ。激しい。あ私も遊び疲れたの。お父さん膝の上でゆっくりする時間にしたわ。ミミちゃん、雨が降ってきちゃったね。でもこの後も雨だからお散歩行こうね。うん、今が一番マシみたい。お母さんいない寂しいって。そう、なんでお母さんいないのかしら。お母さんが家にいないなんてほとんどないのに。そうだね、今日は大事なね、ちょっとお仕事があってお母さんは外出してるんだよ。外出って何かしら。お父さんが普段いないのもその外出ってやつかしら。そうそう、そういうことだよ。いつの間にか黒魔女にさせられたわ。この服嫌いなんだよね。どうやったら抜けるのかしら。ちょっとくるくる回らない。なんだ、ゴムが気になるのね。あ、めっちゃ降ってきた。やば、どうしよう。お父さんと二人でお散歩してるなんてクラスのみんなにバレたら恥ずかしいよ。せめてお母さんも、家族みんなだったらいいけど、お父さんと二人なんて恥ずかしい。あんたどういうキャラよ。ダメよ、ダメダメダメ。やばい大雨なんですけど、ミミさん。なんかすごい雨降ってきたね。ちょっとミミちゃん、もはやあんまりレインコートすら無意味な感じだね、ミミちゃん。
ちょっと早いとこ戻ろうね、ミミ。ごめんよ、こんな雨降ると思わなかったんだよ。んー、ミミちゃんごめんね、びしょ濡れになっちゃったね。どういうことかしら。私はびしょ濡れでも一向に構わないんだけど。いや、あんた雨の日嫌だとかないの？関係ないわ、天気には左右されないの。そう言いなよ、あんた天気悪い日なんかずっと寝てるじゃん。ずっと寝てるのはいつものことよ。ミミちゃん、タオルカミカミしちゃダメよ。あんたは体を拭くためのタオルなんだ。早くお母さん帰ってこないのかしら。ん？ミミちゃん、お母さん。なんか今、お母さんってワードが聞こえたよ。お母さん。帰ってくるの？かわいい。ごめんね、なんか酷なワードを言って。あと3時間ぐらいしたら帰ってくるから。3時間もかかんないから、2時間ちょっとしたら帰ってくるから。2時間ってどれくらいかしら。映画1本見れるくらいかしら。勘がいいね、ミミちゃん。そうだよ、映画1本分くらいだよ。あー、あんたおとなしく待ってるようになったの。大人になったね。お父さんとお留守番なんていつ以来だよね。めったにないもんね。どうしたどうした、なんかいい匂いがするわ。それもさ、お昼もやったでしょ、そのいい匂いがするってやつ。ん、ミミちゃんご飯だよ。ターン、もう一回ターン。あー、はい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 、スペラテスペラテ、よし。なんかお母さんがいないと変な感じだね。どうして今日はお母さんがいないのかしら。早く帰ってこないのかしら。ねえ、ちょっと不安だよね、ミミちゃんもね。早くお母さん帰ってきてほしいね。そしたら安心して眠れるね。食べ散らかしてますね。もう食べちゃったの、早いね。ここにもあるよ、ミミ。うん、あ、ごちそうさまだね。じゃあミミちゃん、ハウス。さ、あと1時間もしたらお母さん帰ってくるからね。ちょっとおとなしく待っててね。そしたら最後、みんなでリンゴ食べようね。ミミちゃんも寝ています。寝てないわ。早くお母さん帰ってきてほしいね。そういえばお母さんどこ行ったんだろう。今日なんかずっと見てない気がするけど。早く帰ってくるといいね。そうね、帰ってくるなら早く帰ってきてほしいわ。ん？何やんて玄関の方見てるの？もしかしてお母さん待ってるの？そうか、お母さんもしかして。うん、けなげだね。じっと玄関を見て。ねえ。と思ったら、食べ終わったお皿じゃん。見て。さよ、玄関じゃなくて、私はその、食べ終わったお皿が気になる。お父さん、なかなか片付けないから。私も、あれが気になって気になってしょうがない。もうそろそろだって。そろそろね、帰ってくるって。誰が帰ってくると思う？ミミちゃん、誰が来るのかな。うん、なんか感じない？ミミちゃん、エレベーターの音感じない？俺は感じないけどさ、ミミちゃん感じるよね。誰が来ると思う？匂い、ミミ、会いたかったよ。
ゃん。ああ、ミミ、ああ、ね、久々だね、ミミちゃん。ミミ。久々ってま。ミミ、ああ、ニコニコしてた。ああ。お土産は。お土産。ラメ靴ラメ。お母さんの靴がお土産かしら。ええー、ミミ。ああ、ミミ、よかったね。してたの。ね。ああ、ミミ、いろんな匂いがするね。こんなにお母さんと会わなかったのはいつぶりですかね。ミミちゃん、ミミちゃん会いたかったよ。ああ、ミミ。ああ、ミミ。何やってるの。ああ、ミミ。ああ、よかった。ただいま、うん、この笑顔ですよ。ねえ、ちゃんよかったよかった。やっぱりお母さんがいないとね。ねえ、会いたかった会いたかった。ミニちゃん会いたかった。よいしょ。会いたかった。一個にしてた。ね、ミミ、お土産はって。おお、ラララララララ。